パラペートイアは、約5億年前のカンブリア紀に生息した、メガケーラ類の化石節足動物の一族。長い爪のある大付属詩と、強大な顎に似た足を持つ、中国のスミエ動物群で見つかった、パラペトイアヤノネンシスという一種の実が正式に命名される。不完全な化石のみ発見され、かつてラディオドンタ類とご解釈されたことで有名な、個生物である。 命名がなされる頃では、ラディオドンタルイとご解釈されたため、学名、パラペトヤは古代ギリシャ語の、パイアルファーローと、ラディオドンタルイの一族ペートヤの学名、パトヤの合成語である。中国語では、ニカワタクムシと呼ぶ。模式種の種商名、ヤノネニシスは、本種の発見地である、雲南省による。パラペートヤの全貌は不明である。体の特徴は、 ほぼ前半身の覆面構造だけを保存した数少ない化石標本のみによって知られる。多くのメガケーラー類と同様、最初の付属詞である大付属詞は手のような造形をしており、先端の4節は噛み合わせた爪となる。これらの爪は細長く、内縁に短く鋭い虚子が密生している。大付属詞の頑丈なつかぶは、文献によって一節のみもしくは二節に分かれると、 解釈される。足の内頭部由来とされる前の2体もしくは3体は、著しく短縮したが、頭部由来で、総数不明の直後数体は、すべてが発達したにサガタ付属子である。これらの2サガタ付属子は、付け根には、体の正中線に向けて生えた大小のノコギリ状の顎元、前側には、 左右に向けて張り出したヒレのような外し、後ろ側には発節の施設に分かれた内しがある。それぞれの足の間、いわゆる体の腹側の正中線には、砂時計状の腹板がある。腹記載である、エへ通る、1995に、全身復元がなされたものの、上述のもの以外の構造は不明か、不確実である。知られる、化石標本は、蒸気のほか。 串状の構造体と放射状の歯という、腹記載で、ラディオドンタ類的とされた構造の断片が見られる。しかし、いずれの本質も疑わしく、前者は上述の付属子からかけ離れた位置に保存され、後者は別生物由来とも扱いされ、これらの構造体の存在自体を否定する研究も、ある。残りの体の構造は不明。全貌は不明だが、メガケーラ類の中で、 本属は飛び抜けて大型であり、不完全の前半部を保存した、化石標本だけでも10センチメートル以上、単離した、動部付属詩では、最大6センチメートルを超えるものが知られている。パラペート屋は、海底に生息し、爪のある大付属詩と足の顎元を用いて、獲物や他の食料を取る、能動的な捕食者もしくは不肉食者であったと、考えられる。 それぞれラディオドンタ類とメガケーラ類として復元された、パラペートイア赤色、ラディオドンタ類的とされ、化石に見当たるが本質が疑わしく見受けられる、構造破線、化石証拠のない不明部分灰色、直接的な化石証拠のある部分2010年代以降、パラペートイアは、メガケーラ類の接触動物として、広く認められるようになった。しかしそれ以前では、 音俗は長らく、足のあるラディオドンタルイとご解釈され、ラディオドンタルイとメガケーラー類の系統において難解な、古生物として、広く知られていた。原木祭である、ホエトール、1995では、パラペートイアは、ラディオドンタルイと解釈され、不明部がほとんどであるにもかかわらず、全身復元までなされていた。その後のいくつかの文献もこの見解を踏襲し、例えば、 ホーエトール2006は、本属とククメリクルスの特徴に基づいて、ラディオドンタ類を全般的にヒレの下に足を持つ動物群と考えていた。また、メガケーラ類をラディオドンタ類の派生群と考え、お互いの大付属子と全部付属子を総動機関とみなし、パラペトイアを両者の中間型生物とする系統仮説も挙げられた。フォルティフォルケプスの復元図。 典型的な大付属子を持つパラペート屋に禁煙の可能性があるメガケーラあるの一例。しかしその後、本属をラディオドンタ類とする見解は多くの文献に疑わしく見受けられる。これはラディオドンタ類らしくない性質がほとんどであることとラディオドンタ類的とされる性質の不確実性が大きな理由である。2010年代以降、本属を含んだ。 系統解析結果とラディオドンタ類について取り扱う文献は、ほとんどが本属を、ラディオドンタ類として認めておらず、単に化石の保存状態が良くない、メガケーラ類とみなしている。例えば、アリアエトール2020による系統解析では、本属は、メガケーラ類の中で、ジェンフェンギアカに含まれ、フォルティフォルケプスに近縁である可能性まで示された。加えて、 前述のラディオドンタ類とメガケーラー類の類縁関係も2010年代以降では否定的である。明らかに新接続動物であるメガケーラー類とは異なり、ラディオドンタ類は多くの祖先形質により基盤的な接続動物として広く認められるようになった。神経解剖学的証拠も 両者の類縁関係及び全部付属子と大付属子の相当性に疑問をかけており、メガケーラ類の脳神経節は親節即動物的で、大付属子は中大脳性である一方、ラディオドンタ類の脳神経節は全大脳のみを含んでおり、全部付属子も全大脳性であることが示される。2017年現在、パラペートヤの中で正式に命名がなされたのは、 中国雲南省のマオチャンシャンシェールズから発見された模式種パラペトイヤヤノネンシスのみである。その他、同じ中国雲南省のウロンキングフォーメーションにもパラペートイヤの大付属子由来と考えられる断片化石が発見される。ありがとうございます。